こんばんは。やっほー。 Wi-Fi 使ってないからもしかしたらあれ遅いかもしれないですけど、あ、 Wi-Fi 使ってるわ。やっほーです。めっちゃ黄色、今日服が、服めっちゃ黄色です。やばい、痛い痛い、お腹すいた。ご飯食べてない今日、やばくない？ずっと食べてないんだけど、死んじゃう死んじゃう。でもめっちゃフルーツ食べた。明日むくみ取れそう。サウナ入りたい。こんばんは。なんか夜だから行けないっていう人結構多くて悲しかったですこんばんは。やばい、18歳バイバイ、18歳バイバイ、バイ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 、18歳バイバイ、18歳バイバイ。すごいいっぱいなんかギフトありがとうございます。ゆうゆうさんありがとうございます。18歳バイ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 、18歳バイバイ。やばい、こないだ18歳になったのにさ、もうやばくない？普通にこうやって年取っていくんだと思ってます。嬉しい。先にスクショしてください。はい、18、あ、エイトポーズ。18、取って誰か送ってと、19ってどうするんだろう、こう。はい、どうですか19、誰か取っといて。オッケー、私も18日誕生日だって。え、すごい、一生嬉しい、一生嬉しい、ありがとうございます。おめでとうございます。これからだけど、あのカウントダウンをしたいんですけど、時計が手元になくて分かんないのね。だから時間が近くなったら、58分とか59分とかそんぐらいになったら教えてください。ノリで数えますで、お知らせは、年が越してっても言うかもしれないけど、あの、日付越したら言います。何だと思いますか、お知らせ。別になんかそんな、すごいものじゃないけど。ネイル、じゃん。今日のネイルはこんな感じです。めっちゃ可愛いの、ここツイードみたいになってて、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？指なしで寄り目できる、できない。グラビア、あ、グラビア、なるほど。なんでしょう、お知らせなんでしょう。ルン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 、18歳バイバイ。ファンミとかなら嬉しいんだが、なるほど、当たってる人はわかりません。誕生日一人で迎える気持ちは、だって寂しいです寂しいです。いやでも結構慣れてるんですよ。だってあの、まずあの、なんて言うんだろう、あのまずですね、クリスマスとかも基本一人なんですよ。理由は大体仕事が入ってるから。だから誕生日の日もさ、まあ明日とか入ってるじゃん。そう、なんか今年のクリスマスは仕事じゃなかったんですけど、アイドルの時はずーっともう年中無休でずーっとほとんどだったので、基本イベントの時、世間がハロウィーンとかクリスマスとかお正月とかっていう時は基本世間が休みや仕事って感じだったから、そんな感じ。でも最近はめっちゃゆるゆるで嬉しいです。おやすみって感じです
でもその分ね、いろいろ考えたりとか、悩むはないけど、でも肌がめっちゃ綺麗になった。わかんないけど、リボン可愛い。だって可愛いよね、これ左右非対称。ママがやんないとできないリボンです。髪型みたいです。だって今日普通に下のポニーテールだよ。うん、なんか誰かからライブ配信来たけど、さよなら。ポニーテール、そう、ちっちゃいポニーテール。そう、そういえば明日のチケット完売しました。嬉しい。なんか完売したの気づかなくって、お母さんが教えてくれました。嬉しい、ありがとうございます。なんかすぐ完売したのかな、なんだっけ、明日のチケットあるじゃん。明日のなんてチケット、トークポート、1対1で話せるさ、お話し会、早々に完売したよ。だって嬉しい、ありがとうございます。この間も完売して、ずっと完売しててめっちゃ嬉しい。でも今回はね、史上最短で完売でしたね。嬉しい、間に合わなかった。だって悲しい。なんかトークポートってさ、結構枠が少ないんですよ。だから前回間に合わなかったから今回頑張った。だって嬉しい、ありがとうございます。でも前回もいました、前回の前回間に合わなくて今回頑張りましたっていう人、ギリギリ買いましたとか言う人いたんで嬉しいです。ありがとうございます。あと3分だって、やばい。誰か時計見せてくれるかな、誰か教えてください。あ、自分で一瞬見ればいいのかな、こうやってちょっと。でも3秒2秒1秒とかわかんない。ありがとう、みんなライブシェアしてくれてありがとうございます。ハート持ち、ありがとうございます。やばい、18歳、やばい、バイバイ18歳。電波乱れるって、確かにトークポートね、結構、乱れるんですよね。58分だって、やばい、どうしよう、自分で見よう。まだ58分だった。私も「トークポート楽しみ、ありがとうございます。ゲットできた人と楽しく話しますね。なんか追加枠みたいなのあればよかったけど。いつも皆さん完売してくれてありがとうございます。嬉しいな、やばい、あと30秒。え、でもさ、誕生日カウントダウンしたことないな。どうやってカウントダウンする？てか誕生日で自分でカウントダウンとかマジ寂しいんですけど、助けて。あと15秒。おめでとうってみんなめっちゃ書いてね。やばい、なったー、おぎゃー、レイちゃんもおぎゃー、おぎゃー、おぎゃー、イエーイ、ありがとうございます、ありがとう、めっちゃ嬉しい、みんなに祝ってもらえて。いやー、嬉しい、ありがとうございます。すごい、すごい、 LINE 来てる、嬉しい。誰だろう、ちょうどに LINE なんて、優しいですね、嬉しい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。19歳、やばい、19歳、やばい。19歳でもなってもあんま変わんないけどね。18歳になった時めっちゃありがとう、ハート、ありがとうございます。初めてのギフトだって、嬉しい、ありがとうございます。
ありがとう、リスちゃんもありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。まだ10代だって確かにまだ19歳だけど、でも19歳ってなんかね、結構19歳の時はめちゃめちゃ大人だなと思ってたんだけど、十何歳の時だから、ちっちゃい時の19歳の人ってめっちゃ大人だなと思ってたんですけど、なってみるとなってみるからでね、あんまり、なんか実感湧かないです、自分が19歳。どうしよう。いっちゃんさん、ありがとうございます。じゃあお知らせをしていきます。お知らせというか、みんなが知ってるお知らせからね。まずそのアイチャレ完売ありがとうございますっていう話と、明日はすごい、なんか嬉しいね。なんかいろんな人から今 LINE 来てるけどさ、なんかちゃんと覚えてくれてるの嬉しくない？ありがとうございます。見てんのかな？見てないか、普通に友達だもん。ベンさん、ありがとうございます。嬉しい、普通にありがとうございます嬉しいですね。なんかお誕生日覚えてくれるのっていいよね。でもお誕生日越す前にもおめでとうって先に来てたりしても嬉しいですね。じゃあそのアイチャレは明日8時半から配信じゃないですか。で誕生日お当日ですね。で1月20日はめっちゃ面白いんだけど、なんかめっちゃさ、48の時のマネージャーさんがいるんだけどね、めっちゃ面白かった。今 LINE で誕生日じゃんって来てためっちゃ仲いいマネージャーさんなんですけど、その方がその方は自主映画制作を手伝ってくれてる方、みんなわかる？自主映画撮ってたじゃないですか、私自分で。それを手伝ってくださってる、一番手伝ってくださった方なんですけど、その人めっちゃ面白いの、いつもじゃーんって。でしかもなんかその人に本年も1年ありがとうございましたみたいなこと打ってたのね、 LINE で。お世話になってるからそしたらなんかこんなに成長してこんなに大人の文章を書けるのはびっくりみたいな。でしかも見てる、配信見てるウケる、ありがとうございます。 T さんかな、ローマ字わかんないけど、 T さん T さん、ありがとうございます。イエーイ、見てる。やっぱ優しいですね T さん。であと20日はその上映会じゃないですか。そう、それは12時からはクジラで、12時45分から舞台挨拶、そして17時半から闘牛の島の挨拶して、17時40から45分から映画の挨拶ってなってるんですけど、まあ多分舞台挨拶は東京の上映会に来てくださった方は分かるんですけど、30分とか40分とかこの間したので、多分もうちょっと長くなるんじゃないかなと思います。あとお知らせあります。なんかそんなおぎゃーすごいって感じじゃないんですけど、恥ずかしい言うのだから、みんな勝手に予想しててください。緊張する。お知らせとかいつぶりって感じ、生で卒業公演以来なんだけど、はい、何かなルン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 、お知らせを言います。言います。みんな嬉しい、お誕生日祝ってくれて。嬉しくてちゃんと言えなかったんだけど、ファンクラブわかりますか皆さん。ファンクラブ、そう、ついに、そう、なんか結構皆さんがね、なんかレイちゃんイベントしないんですかとか、なんか定期的に会えることなんかやりたいですって言ってたから、そのファンクラブを作りたいというよりも、そのまず
あ、いつから、そうそう、いつから、そうそう、そういうのはファンクラブを開設することになりました。で、始まるのは本日の19時から、公式サイト、ファンクラブの公式サイトとかが全部オープンするので、19時から、あの、応募開始です。応募開始っていうか、ファンクラブの応募開始になります。で、ファムっていうファンクラブのアプリ、ファンクラブのサイトのがファムっていうやつなので、藤園レイファンクラブ、藤園レイファンクラブ開設することになりました。そう、19時から受付開始なので、00001番が欲しいっていう方とかはぜひ19時にぴったりにやってくれたら嬉しいです。そうで、ファンクラブでどういうことしたいかなと思った時に、やっぱりファンの人とかが結構、あの、レイちゃんのイベント見たいですとか、結構個人的な、レイちゃんの、そう、ファンミーティングしてほしいですとかいうのが多かったので、私もファンミーティング、すごいファンの方に会いたいし、やりたいなと思ってて、あの、そういうのしたいですって言ってたんだけど、なかなかやっぱりさ、ファンクラブがないと、その自分たちだけ、マネージャーさんたちだけとかでこう、あの、会場とか探したりとかさ、こうできないので、ファンクラブをすることによって、いろんな方々のね、こうサポートがあってできるようになるので、ファンクラブがこう開設したりだとか、あとはお誕生日に個人的に連絡します。え、個人的に個人的に連絡っていうか、あの、その個人的に連絡やばい、あの、お誕生日になったら、ファンの人がね、ファンの方がお誕生日になったら、あの、なんていうの、メッセージ、あの、ファン、あの、 AKB のさ、ファンメールみたいなやつあったじゃないですか、チャマメールみたいな、あのモバイルメールに登録してたみたいな感じで、お誕生日になったら、あの、なんだっけ、メッセージが届いたりとか、もちろんファンミーティング、あの、なんだっけ、ファンミーティングって言って、あの、ファンの人とお話しするイベントとか、あとツーショットでこうやってお写真とか撮ったりとか、1対1でお話しすることとか、そういうのをやったりとか、あとはファンクラブ限定の写真とか動画とかブログも更新したりとか、あとファンクラブに入ってる人しか見れない、ライブ配信、今こう、今日は全員が見れる TikTok 配信でやってるんですけど、これからはなんだっけ、その会員の人しか見れない、なんだっけ、動画配信、動画ライブ配信もしたりするので、ぜひ皆さん入ってほしいなと思います。そう、なので皆さんぜひお待ちしてます。ファンクラブ嬉しい。お値段、え、お値段、いくらだったっけ、いくらだったっけ、値段はいくらだったっけ、ちょっとここに書くの忘れてたんですけど、ファムっていうやつ。え、でも1000円しなかったです。あの、でも月いくらっていう感じ。でも多分、契約的に年とかにもできるかもしれないと思います。800円とか ?1000 円以下だった?そう、安いと思って、その、AKB の時ってさ、ライブ配信とかなくてさ、350円とか500円とかだったじゃないですか。ファムでも全部そういうブログとか、そういうブログ、あと先行チケット予約とか、そういうのが800円とかだったです。で、そのサイトが19時にオープンするので、19時に皆さんぜひ、19時になったら19時以降に登録してもらえたらいいなと思います。まだ検索しても出てこないので、まだ準備中っていう感じなので、19時になった瞬間にぜひ、そう、FAM です。なので皆さんぜひ登録してもらえたらなと思います。あと、今年の感想を言って終わりたいと思います。まず18歳の1年は結構、今日が新年明けましておめでとうの配信にもなる、兼ねて配信になってしまって、ちょっと申し訳ないんですけど、後付けみたいな感じでね。でも、結構去年の1年の18歳の時は、18歳の1年っていうか、去年は
結構ね、なんか変化の1年、変化が多かった1年だなって自分的には感じていて、そう、まあ結構自分の中で大きな決断、なんか人生で2回目の大きな決断をすることになった1年だったし、なんか結構自分の強みとか自分の逆に弱みとか、なんか自分が挑戦したいこととか自分が興味があることとか、なんか自分自身を問う機会がすごく去年、昨年1年はすごく多くて、なんかそう、やっぱり自分の足りないところとかも結構あったりとか、逆になんか自分は他の人にないことをこう探す機会とかあったりとか、なんか結構自分を問いただす機会が多くて、なんか難しいなって思ったこととかもあったんですけど、やっぱりいろんなこう選択をしていく、中で、あのファンの人とかが、ファンの人がこれって私がこの決断をしたら喜ぶかなとか思いながら、やっぱり最終的にはファンの皆さんがこうやって応援しててよかったなとか、そういうふうに思ってもらいたいと思いながら活動をしているので、これからもファンの皆さんに少しでも恩返しって言ったらだけど、こうレイちゃんをなんか応援していてよかったなって思えるように私も頑張りますし、また19歳になった私もこうやって応援したいなって思ってもらえる人が一人でも増えたらいいなって思いながら活動していきたいと思うので、皆さんぜひこれからも末永くよろしくお願いしますっていう感じです。はい、まとめるのめっちゃ下手だけど、まあ去年は結構変化の年だったので、今年はどういう年にしたいかというと、やっぱり19歳になって、まあ、高校卒業したりとかして1年になって社会人2年目とかの年になるので、これからは大人な自覚を持ってしっかりと、去年とは違ってしっかりと自分は大人の一員だぞってちゃんとね思いながら、こう日常的にもちゃんとして、ちゃんとした風にしたいですし、そうなので、そうなので、あとは一つのことに縛らずにいろいろなことに挑戦とかもしてみたいですし、あとはそうですね、まあ一つの目標を決めるようかなとは思ったんですけど、一つにの目標を決めてしまうとやっぱりそこの点しか見えなくなって、他のこととかがなんだろう、欠けるって言ったら悪いけど、欠けてしまったりも私の悪いところでなってしまうので、いろいろなことに興味を持ちながら、日常的にもなんか当たり前にこう生活してる中でもしっかりといろんなことに興味を持ってしっかりと観察して、自分がやりたいこととかそういうことを見つける年にしたいなと思ってます。そして年が明けてすぐに災害が起こったりしている中、災害が起こってる地域の方とか地域の方々の悲しいニュースとかがありましたけど、そういう地域の方々の復興が一日でも早く進んで、また日常通り元通りの生活ができるように私もすごい願ってますし、自分のこの普通に生き入れてる幸せを噛みしめながら、しっかりと感謝しながら
日常を過ごしていきたいなと思っています。はい。なので皆さん楽しもう。19歳、やばい、19歳って感じで今年も行きたいと思う。素晴らしすぎる生誕スピーチだって。なんかあんま考えてなかったけど思ったまま言いました。なのでこれからも皆さんよろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。また明日お話しできる方、争奪戦に勝ち取った方、一緒にお話ししましょう。楽しみにしています。じゃあ19歳もよろしくお願いします。去年1年も本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございます。またそう、19時から今日の19時からファンクラブオープンなので、なんとお誕生日の日に皆さんお待ちしております。ありがとうございます。おやすみ、夜遅くまで起きてくださってありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ、おやすみ、バイバーイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。